はい、皆さんこんにちは、井口チャンネルです。今日はですね、前編に引き続いて、日本のアリーナ MC のレジェンド、パワーボイス代表の関さんに来ていただいております。関さん、後編も引き続きよろしくお願いします。お願いします。関さん、後半はこのチャンネルですね、実は 85% 以上は男性が見てる。井口さん調べだと、業界関係者がかなり見てますんで、特に見てもらえたのは B リーグのチームで働いてらっしゃる工業担当の皆さんゲームオペレーション担当の皆さん、これあの後編は関さんにアリーナ MC のお仕事とはとか、自分はホームゲーム論とかそこら辺の話ちょっと聞いてみたいなと。で、俺がここで喋って、井口ちゃんのところにチャリンチャリンって入って関さん、このチャリンチャリン、チャリンほとんどないです。チャリンチャリンって入って、で業界関係者が見て、じゃあ関にじゃあ仕事発注しようかっつって、後でこっちに帰ってくる。いや、そう、よろしくお願いしますね。全国の B クラブの皆さん、よろしくお願いします。関さん、ずっと、ことあるごとに僕いろいろ教えてもらってるんですけど、その、ホームゲーム論とか。若かったよね。本当に最初に多分ときめせで会ってるんだと思うんだけど、江口ちゃん来てご挨拶されてで、どこぞの DJ さんだと思ったの。どこかでこういったことをやられようと考えてるのかなっていう感じでしたね。本当な、何かこのリーグとかバスケ盛り上げるには、もう本当関さんみたいな存在が本当ホームタウンに必ずいないと成立しないなと思ってたんで、どうやってこの世界作ってるのかっていうのを本当知りたかったんですよ、当時。関さんが考えるそのアリーナ MC のお仕事って、多分知らないファン、ブースターの方がほとんどだと思うんですけど、関さん特殊なんですけど、こう分かりやすく言うとどういう業務っていう風に捉えてらっしゃるの？そのマイクを通してこう喋るという業務だけではないと思うんですけど、お客さんの気持ちを高揚させて、でそこから発せられた声なり手拍子なり熱量がプレーする選手に伝わって、で選手がいいパフォーマンスをしてお客様に返すっていう、その一連のプロスポーツの興行の流れの一パーツ、結局はバスケット見にいらっしゃってるんですね、お客さんは。チケット買うっていう行為はバスケットボールを見に来る行為ですから、別に MC 聞きに来てるわけじゃないし、光の演出見に来てるわけでも映像見に来てるわけでもないわけですよ。バスケット見に来てて、バスケットでいいゲームがそこで行われて感動的なゲーム展開で、ああよかった勝ったって、ハッピーハッピーって帰っていただけるのが一番なわけじゃないですか。それがこのプロバスケの興行としてのプロとしてやる仕事ですからね。だから極端な話、何もなくていいんですよ、バスケットさえ面白い、面白ければ。極論言うと、だからそこでレブロン・ジェームスがプレイしてくれてたら、別にもう盛り上げろ、レブロン・ジェームスのダンクだなんてうるさいよお前じゃない。いらない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 でしょ。でそういう世界になってほしいなっていう、これはあくまで僕の理想論ですけど、そういう理想論があって、それはだから NBA を一応ずっと見てきた。関さん、よくチック・ハンさんの話、レイカーズのレジェンドで、チック・ハンさんはあれ永久欠番にもなってですよね。マジック・ジョンソンだとかね、コービーだとかの背番号、カリム・アブドル・ジャバーとかが並んでるところにマイク、背番号、番号はないけどマイクでね、欠番になってる。ずっとレイカーズばっかり、西海岸がほとんどだったんで、僕が行ってたのは。だからレイカーズを見てて、でチック・ハンさんがそこの殿堂入りになった時に、やっぱりあのぐらいこう愛される人になりたいなっていうのはやっぱ思いましたよね。どっか一つ目標として、大きな目標としてそういう思いはありましたけど、でもあの人がゲーム中にわわわわ喋ってたかっていうと全く喋ってないから、
それも中継上ではスラムダンクだとか、うんうん、コーストトゥーコーストだとか、うんうん、いろんな語源を生んでくれた方ですけど、うんうん、でも会場 MC としてスラムダンクとは言わないじゃないですか、うんうん、関さん、やっぱ断るごとにそのいや削る作業だってこともよくおっしゃられるんですけど、うん、はいはい、まあ、何やかんや20年ぐらいやってるわけじゃないですか。で最初のそれこそドキメッセの5年くらいは、はい、もうやることなすこと新しいわけですよ、うん、まあ、ほとんどない仕事ですからね、うん、だから何やってもお客さん喜んでわーわー言ってくれる、うん、喜んでくれる、それがマンネリになっていくんですよね、うん、日常になっていく、うん、よくバスケットボールエンターテインメントだとかを非日常であるべきだとかっていうことを言うんですけど、うん、もう何度かやれば日常になっていくんですよね、うん、慣れてきちゃう、慣れてきちゃう、でその時に最初に残るのはバスケットなんですよね、うん、だから最初はいいんです、5年ぐらいは、うん、でもうだから新潟トキメッセやってた時もどん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 盛る作業、うん、で照明当時はですよね、当時は、うん、でもう盛りに盛った時にもう例えばまあ暗転を導入したりとか吊り下げ特典板とかも当時新潟が初めてこう上から下がってですね、あれもほとんどなゼロでしたんで、新潟が始めたりとか、ピンスポットで選手とかスターター5の名乗り上げとかですかね、そこら辺をこうそうですね、オープニングのイントロムービー、うん、鶴がこうトキメッセに降りてくる伝説のイントロムービーとかありましたもんね。そうなんですよ、あれなんかもだからやっぱ出した時はやっぱみんな感動してくれたし、うん、新潟の街を CG 化して、うん、その上をこうチームのモチーフの白鳥が、白鳥失礼しました、鶴じゃない白鳥です、ね、うん、鶴はクレインサンダース、失礼しました新潟のさんそう、白鳥がねわーって飛ぶっていうところにやっぱり皆さん最初は感動してくださるわけですよ、うん、でそれをこう続けていくと次から次へとこっちも発想を生んでいかないといけないの、うん、それが盛る作業っていうのですね、うん、で、まあ、そのどん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 持ってった時にもう日常化していって、うん、で最終的にもう語られるのは今日のバスケットの試合、あの時の試合がどうだったっていうことをお客様は語るようになっていく、うん、でそれを考えると我々は、まあ、どこまで行っても刺身のつまでしかなくて、うん、召し上がっていただくのは新鮮な魚介類なわけじゃないですか、うん、それがバスケットであるべきだというような信念はやっぱりこう昔も今も変わっていないっていう形で、うん、まあ、演出なんてお金かけさえすれば何でもできる、うん、まあ、スモーク焚いてファイヤーファイヤー花火ドーン、うんうん、でまあ、いくらでも盛れるわけですよね、うん、ただその盛り方が果たしてバスケットに向いてるのかどうかっていったところを今考えてもらいたいな、うん、でこれちょっとまあうちの会社の企業秘密だぞすいませんまあみたいな、まあ、そこを考えてやってるつもりですかね。まあ、前も関さん話聞かせてもらったら最終的にはファールの読み上げと、ドッジボールかだけ言えれば、あとは勝手にブレアリーが盛り上がればいいんだよとかそう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 、今はどっちかというと多くの B のホームゲームってやっぱなんとかチームボール行くぞーどうだーこう多いとは思ってて、まあ、それがこう、まあ、だん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 カルチャーが浸透してきて研ぎ澄まされてくると、うん、もう言わないっていう、うん、でもどっちのお客様もいらっしゃると思う、いろんな、うん、10人お客様がいらっしゃれば10人の色が、うん、好みがあって当然だと思う、うん、であえて言うならばそれは自分の好みです、うん、ということをあらかじめお伝えしておきたい、うん、だから自分が NBA を見た時に NBA のレイカーズで MC がここがね勝負どころだからみんなここは声出して応援しろよって言ったらもう引くじゃん分かっとるかなみたいないやうっせえよお前黙っとけって何十年見てると思ってんだっていう気持ちになる自分がどっかにいるから、その向こうに自分が仮にいたとしてこれを言われたらうるせえなって思うことは努めて言わないようにしてる。なるほど、
だからこれはもうあくまで自分の好み、うん、主観の問題だっていうふうに思っていただいて結構ですっていう、うん、だからこんな MC を雇ってるチームさんはあのそういう方向性なんだなっていやそれでもそれをこう支えてくれるアリーナの雰囲気っていうかホーム の、うん、あのカルチャーないとそれ、うん、ただの寂しいゲームになりかねないじゃないですか。そうですね、うん、だからそこも MC のワードも引き算なんですよね、うん、あの引き算、うんうん、何でもかんでもあの言ってた時代から一個ずつワードを減らしていけばいいわけですよ、うん、それでキャッチしてくれるお客様がいれば、うん、だから今もう本当に楽させてもらってるのはブレアリのファンのおかげ、うん、楽させてしゃべるワードが少なくて済むのはあそこにあの来ていただける最大4700とか800とか入る、うん、あそこのお客様のおかげっていうのはありますよ。別にもあの持ち上げてるわけでもないけど、だってブレアリって言ったら声上がるんだもん、ボリュームが簡単だよね、声出せとは言ってないですよね。ブレアリとしか言ってないですよね。そうなのだから、あここでやれってことだなって思ってくださって一緒に乗っかってやってくれるっていうのはなんかこう本当に一緒にやってんなっていう気がする、うん、で選手に何度も話を聞いた時があるんだけど、うん、MC 俺あの時こんな風に言ってたの、まあ、ごめんねちょっと名前間違っちゃってとかって、うん、いうことをの会話をやり取りすることがあるんだけど、うん、聞いちゃいないの、うん、選手え、うん、そうだったんですか、うん、まあそんなことじゃないですかね、うん、もうこっちですからね、うん、ゲームにただお客さんの歓声は聞こえてんの、うん、そこがね MC と歓声の違い。なるほど。同じ声を発してるんだけどマイク通したら俺の声なんて言って選手になんか届いてないのよ、うん、だから結局ここにいらっしゃる5000名のお客様の声が選手の後押しをする、うん、だから それを促す行為が短ければ短いほどいいわけで、うん、邪魔にならないわけ。そうですね、うん、皆まで言うなっていう。そう、うん、NHK でもあのこの間出てましたけど、あの今レバンガ北海道 の俺も社長があのいいですかね、中指事件ってあったのあれ新潟でしたよね確かに。そう、うん、で俺あの番組の後に結構言われたもんあれ関さん悪意がある MC にってあのファールトヨタ9番オリモっていうゴールを、うん、まあ読み上げしないといけない、うん、してたのあれ僕ですけど悪意があるとファールトヨタ9番オリモみたいな感じで言ったでしょって言われるわけですよ。でそれでオリモさんは中指を立てたみたいな。うん、そういう歴史がある。でオリモ選手からオリモさんからしたらやっぱそういう当時まだホームとかアウェイとかって概念ない中で、うん、あの環境の中でやっぱり徹底的にこうホームコートアドバンテージ作られちゃった、多分おそらく思わず出ちゃったっていうことですよね、うん、きっと。そうですね、あの当時トヨタで田臥勇太が新潟に来たことがあるんです。あのブリガム・ヤングダイ出て卒業、終わってから一番最初はトヨタ自動車に感じましたからね、うん、その時の田臥勇太対じゃない、まあ、トヨタ自動車アルバルク対新潟アルビレックスのゲームホームゲームはあの田臥勇太にブーイングしてましたからね新潟。そこの時にはもうカルチャーがあったってことですね。誇らしく思ったよ、おめえらすげえぞって思って、でなんかこう漫才やってきたこと間違ってねえなっていう気になった瞬間でした。それあの決してこう批判するブーイングじゃなくて、うん、田臥勇太の危険度を知ってるからこそ起きるブーイングっていうことですよね。リスペクトですよね。そう、リスペクトのブーイング、まあ、そこはすごく。でもブーイングされないような選手じゃ、そうそうそう、もう NBA じゃ話にならんすからね、うん、ブーイングアウェイっていうのブーイングのボリュームがその選手の価値みたいなとこあるんで。そうなんですよ、だからオリモ選手に対しての、まあ、それ以降のアルバルク戦はもうオリモの紹介があるたびにブーイングでしたからであのオリモ中指 T シャツっていうのができて本当ですか。そうで、それがその当時のブースターの中でこうちょっとちょいブームになってである時なんかオリモが新潟に来て なんかこうこれ使えるんすかね、この一年その勢いで行っちゃうけど、あのパーティーかなんかにオリモがゲストとして来てくれたんですよね、うんうん、でその時に新潟のブースターはーっているわけですよ、うん、でオリモの中指 T シャツ着てるわけですよ
で織物がそれに反応してくれてでなんてまだそれとかって言ってああでもじゃあ OK ですね、うん、大丈夫まだそれって言ってサインしてくれておーさすが織物社長そうだからやっぱその辺がやっぱり彼のすごいところあ NHK さんそこまで使わないと紹介して中指立てただけでって本当の悪者みたいになっちゃいますねそうまあでもそんなん言ったらなんか当時あれ出たりしてたからねでもほんとひどかったよセキさんなりにこうこの後の B っていうかまあ今後の日本のバスケってこうなってったらいいなとかってなんか描いてらっしゃるのありますいやもう完全にアリーナ時代に突入だと思うので、うん、もう体育館でできることってもう皆さんも努力して、うん、考えて、うん、もうやり尽くしてる、まあ、特にプレアリアそうですねところだと思うんですよもうジェッツさんもそうだと思うし、うん、エベッサさんとかもう本当やり尽くしてきてると思うんですよね、うん、でそれがその新基準にアリーナが含まれているので、うん、そのアリーナになった時にそれをどれだけ活かせるか、うん、ここまでの部分をどれだけそこに活かしていけるか、うん、だから、まあ、普段のレギュラーシーズンからそうだからこそアリーナを新アリーナを建てるにあたってのその演出面でどういったところをアリーナで強化していけばいいのかっていうのは皆さんぜひ慎重に進めていただきたいなとは思ってます、うん、もう全国に素晴らしいアリーナたくさん作ってほしいなって思いますね、うんうん、まあもう本当ロートルだからもう90年代で結局俺らが止まってるんでもう若い世代にバトンタッチしてこれからどんどんそういう、ね、いい才能が伸びてってくれることをこの業界にいい才能がとどまってくれることを願うな、うんうん、じゃあ選手だけじゃなくて、うん、ホームゲーム状態もっすね、うん、分かりましたなんで早いとこ自分もマイクにしてこう席って上げてもらえればすぐやめるから決断ですぐやめるんでそれがどのチームになるか楽しみです、うん、もうネクストフレックスの MC 募集しますいやそんなこと言わずに、ね、まだしっかりフレックスがタイトルリーグタイトルまた再び取るまでそうだねそこまでは頑張らせてもらいます、はい、ということで、井口チャンネル今日はですね、アリーナ MC のレジェンドパワーボイス代表関さんに来ていただきまして東京オリンピックの話からアリーナ MC 論まで お届けさせていただきました関さん本当今日ありがとうございますなかなかありがとうございました